どうも、不動産屋の店長です。今日はお客様のご要望を踏まえ、賃貸マンションの内見依頼をいただきました。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。この物件の何が気に入ったのか、ご想像にお任せしたいと思います。3DK の間取りになっております。ただしエレベーターなしのマンションになっておりますので、その点でちょっとお客様悩んでいるというところになっております。いつもありがとうございます。本日のテーマ、ちょっと暗い話をしたいと思います。金利上昇で中小企業不動産会社大ピンチ、大廃業時代に突入かというテーマで話してみたいと思います。どうしてもですね、金利の話になると住宅ローンの話にメディアであったり行きがちかなと思っているんですが、金利はですね、それ以外にも大きな影響を及ぼしています。それが借入金における金利になるんですね。会社経営している方であればお分かりになるかと思うんですが、無借金経営の企業ももちろんありますと。はい。ただですね、中小企業の場合、おそらく何かしらで借り入れをしているケースっていうのが、多い業種だと思っております。はい。なぜかっていうと、不動産って、そもそも元々の考えでいくと、いわゆる買取再販なんですよね。はい。そもそも、仲介からは始まってないんですよ。不動産を仕入れて、それを加工してあげて、高く売る。うん。転売、たんですよね。そもそもは。はい。そこからですね、時代が移り変わり、分譲マンション等におけるですね、区分マンション等における買取再販であったり、リノベーション、はい。賃貸仲介、売買仲介、賃貸管理などですね、複数の、業種に分かれていった。シェアハウスの運営であったりもそうですね。はい。で、その点踏まえた上で、この金利ある世界ですね、これがですね、改めて復活という言い方なのか、それとも新しい本当新世界なのかっていう言い方はちょっと私も難しいんですが、いわゆるですね、帝国バンク等のデータをですね、私なりに調べてみると、おそらくですね、この金利がですね、仮に 0.5% から 1% 近くに上がってくると、やはりですね、月々の返済額っていうのは、いわゆるこちらですね、不動産業者のみならず、かなりの金額っていうものが変わってくると思っております。はい。もちろん住宅ローンの3000、4000円っていうのも、おそらくですね、厳しいとはもちろん思っているんですが、不動産における、場合によっては中小企業における借入金の、金額、金額と、金利状況を踏まえてで、これが 0.5% とか 1% 上がるっていうのは、ものすごく大ダメージになるというふうに見解しております。はい。つまり、この大ダメージ踏まえた上でどういうことが起こってくるかっていうと、要は事業を畳む。またはですね、M&A というものがより増えてくるんではないかなというのが私の見解になっております。はい。なぜこの M&A が増えていくかっていう話をすると、実はですね、私、ほんと町の不動産屋になるんですが、M&A のですね、ファックス DM であったり、あとはですね、直接、そういった M&A の仲介会社から、こんな会社があるんですけど、どうですか〇〇さんみたいなことで、影響の連絡をいただいたりと、はい。そういったお話をですね、ここほんと半年ぐらいで一気に増えたなというふうに思ってます。特に、不動産業における M&A、これは本当に、いろいろお話聞くことが多くなったなと思っています。不動産業界における M&A ってメリットも非常に多くなっていて、何かっていうと、やっぱりこの宅建免許がですね、いわゆる、費用面を抑えた上で取得することができるっていうメリットがあります。はい。またはですね、初めて本当に全くあまり知識のない状態で始めるといったときに、そういった M&A 踏まえたときに、旧代表者の方と引き継ぎ踏まえた上で、ノウハウを取得することなどもできたりします。はい。その辺がですね、今後ですね、M&A のサイトって今いっぱいあると思ってます。なんかこう、塾とか、なんか医療系とか、シェアハウスもあったり、レンタルルームとかも一時期あってましたね、そういえば。今ちょっと思い出しました。はい。
そういったのもですね、今いっぱいいろいろある中で、不動産業においても、まあ非常にですね、独立する方についてはメリットの高い、やり方だと思っていますので、その点で、今後ですね、在庫が増えてくるかなというふうに思っています。はい。で、ただですね、この M&A ってすごく難しいところが、まあ M&A したい理由があるんですよね。で、このしたい理由っていうのは、まあ事業の縮小なのかもしれないですし、またはですね、借り入れ金があまりにも多すぎて、もう引き継いでほしいっていうパターン、これもあります。借入金が非常に多いっていうところでいくと、先ほども伝えた通り、不動産はそもそも仕入れから始まっています。この仕入れというのは区分マンションもそうですし、場合によってはアパート、マンション、土地、200万とか300万とかの話じゃないと思うんですね。場合によっては1億とかいかないぐらいの借入金っていうのを平気でしているような企業になっております。そういうのをですね、やはり M&A で最終的に引き継ぐってなった時に行くと、負債の引き継ぎももちろんあります。負債の引き継ぎですね。はい。まあ、ここに、まあ、連帯保証人、代表の連帯保証人がどこまでついているかっていうのがちょっとわからない、会社ごとによってわからないかと思うのですが、この辺は詳しくはよかったら、M&A っていうところで、なんか検索してもらうと、いろんなサイトが今出てくると思いますので、私の動画では割愛したいと思っております。はい。でですね、まあ、そんな状況下の中で、やはりですね、まあ、金利踏まえた上で、まあ、不動産業界の売り上げもどうなっているのかっていうと、まあ、新築マンション、未だにですね、反響は取れてるなという印象があります。それは、まあ、スーモからの情報であったり、スーモっていうのはリクルート様ですね、からのやっぱりデータ情報であったり、あとは、各デベロッパーの状況であったり、はい。決算資料とか見るとそういったところも見受けられますね。はい。ただしというところでいくと、これはあくまでレインズ上ですね、不動産業界における物件確認サイトみたいなものになるんですが、そのレインズ上でいくと、在庫がかなり出てきたなっていう印象になっています。はい。まだちょっと今日今、このテーマ非常に面白いテーマだったんで、若干、気持ちが高ぶって早口になっていますが、その点、ご了承いただけたらと思っています。レインズの、やっぱり物件在庫が非常に高くなっているんですよ。はい。在庫が高くなってるっていうのは、結論から言うと、空室が増えて制約が決まっていないということになります。はい。これは、賃貸と中古の分譲マンションでこの件数っていうのが多く見受けられます。で、中古の特にですね、分譲マンションについては、2024年の5月ぐらいからやっぱりかなり落ち込んでいって、その影響もあり、賃貸も、非常にですね、決まりにくくなっていると。はい。で、賃貸の背景でいくと、まあ、更新料っていうところがですね、地域によっては取得している部分もあるんですが、その更新がですね、かなりの数が増加しているっていうところは、神奈川県全体では割と、多くなっているというのは、各不動産管理会社様の社長等からヒアリングしているというところになりますと。はい。はい。で、あとはですね、私の他の動画でも伝えた通り、まあ、実家への出戻り等もありますね。でですね、まあ今後ですね、で中古マンションについての私の見解をもう少し話すると、間違いなく、下がってくると思っています。下がってきます。これ他の動画ではもう少し詳細伝えたいと思ってるんですが、下がってきます。まあなぜかっていうと簡単です。会社としては売上立てなければいけない。売上立てるためにはどうしたらいいかっていうと、早く現金を回収しなければいけない。早く現金を回収するためにはどうしたらいいかってなった時に行くと、例えば諸経費における手数料を割引するっていうのも一つですし、もちろん物件価格自体も下げなければいけない。とにかく今後ですね、このキャッシュというものがとにかく重要になってくるのが、まさにこの金利ある世界の大事な部分だというふうに思っています。ものすごくごく当たり前のことを大げさに言っていますが、多分社会人経験のある方についてはこの動画を理解いただけるのではないかなというふうに思っております。なのでですね、今後ですね、こういった不動産業界においても、私の見解としては大きな変革がの時期になるんではないかなと思っております。まさに収益改善ですよね。収益改善。いかにして売上でなく、キャッシュが残る収益というものを増やす、施策。これをですね、より各企業が私も含めて知恵を振り絞って行わなければ、もうお客様はついてこないというふうに思っています。まあ、お客様はなぜついてこないかっていうところでいくと、もうこれはですね、私の性格もそうなんですが、もう間違いなく、超コストパフォーマンス志向が強い世代になっていきます。超コストパフォーマンス志向、まあ、簡単に言うと、会社名上げてしまうと皆さん多分ダイソー行くと思うんですよ、何かあったら。
ごめんなさい、語弊があるかもしれないですが。ダイソーであったり、セリアであったり、100円均一でまず物を探してきてしまうかなと思うんですよ。これってつまり、いかに、自分に必要なサービス、商品っていうのをお得に買えるかっていう思考が、もう皆さんの体の中に染みついてしまっているんですよね。スーパーもそうですよね。はい。最近は減ったかもしれないんですが、要はチラシ見て、一番お買い得なスーパーに皆さん時間かけて買いに行ってるっていうケース。これは今も昔も変わらないかなと。はい。なので比較サイトっていうのが好調になっている経緯などもあります。このですね、超コストパフォーマンス志向の強いですね、この現代の日本において、いかにして本当にこのサービスを高めて収益を改善するのか、これはですね、今後もですね、私自身も勉強しつつ、会社にも取り入れ、そして不動産業界全体に見ても、どういうふうにしてここの部分っていうのを改善、していくのか、これは見守っていき、皆様にもしっかり情報提供できたらというふうに思っています。はい。なので、私の動画の方にては、不動産に関わる最新情報であったり、あまりネットとかですね、ウェブメディア等でも取り上げにくい内容や、ちょっとですね、話しにくい内容などもうまくわかりやすく伝えられるように努力しながらお伝えしていけたらと思っておりますので、ぜひ引き続きですね、皆様お時間ありましたら、チャンネル登録およびですね、ご視聴の方いただけたらというふうに思っております。はい。最後、営業トークのような流れで申し訳ないのですが、以上、金利のある世界踏まえた上で、中小企業の不動産会社、大ピンチ、大廃業時代突入かということでお話をさせていただきました。いつもご視聴いただき、ありがとうございました。